ああ、なるほど、本当吊り橋だ。はい。アオスジアゲハの羽田。日影町かな。あ、目白おるわ。目白も結構優しいですね、カメラマンに。ほら、ほんま紫陽花今綺麗。これこの岩ですよね。あの岩にスズメバ、スズメバチの巣かな、その跡が見えますね。スズメバチの巣の跡。これは足元は本当になんか歩きやすいですよね。吊り橋は後から行くことにして、この辺りと岩山なんですね。石仏の駅。シジュウカラやな。シジュウカラ群れてる。あ、いっぱいおるおる。なんか一生懸命食べてるよ。あれ、これも四十からなの。ちょっと幼鳥なのかな。すごい池かなこれ。あ、綺麗。山帽子ですかね。綺麗な、美しい。こう冬になったら結構冬鳥が来るんでしょうかね。フルボッケって言うんですね。フルボッケ池。身を食べてるな。ヒヨドリが鳴いてますね。まあ普段川の堤防をよく歩いてるせいか、この水の音が聞こえてくるとなんか落ち着くというかね、不思議やね。これ習性ですかね。キャンプ場があって結構キャンプしてはりますね。もう本当にキャンプしてはる人多い。おじろうかな。これあのちょうど反対方向に来ましたね、入り口。
食用がいるのこれ。なんかキノコがある。吊り橋ちょっと行ってみましょうか。ああ、なるほど、本当吊り橋だ、はい、ちょっとせっかくだから渡っとこ渡っとこ。足元気をつけてね。十分足元に気をつけて。そりゃそうだよ、そりゃそうです。はいはい、そこそこ揺れますね。これここを登られる方もあれですね、これ鎖を頼りに。おお、これはすごい。これは無理。はい、今回はですね、葛西市にあります古ぼっけ自然公園を歩いてみました。私が歩きましたのは、まあ、車でも通れるぐらいの、まあ、舗装された道でしたかね。片道 2km ぐらいを往復したわけでございますけれどもね、この自然公園にはちょっとこう里山に入り込んだ遊歩道もありますし、本格的な登山、まあ葛西アルプスで有名なそういう登山コースもありましてね、まあ、いろいろな楽しみ方ができるということで、四季を通じて、まあ、花も綺麗ですし、そして、まあ、私もこの軽く、ね、歩いただけでも野鳥に出会いましたのでね、また季節が変わりますとまた違った風景、そして、生き物などにも出会えるんじゃないかなというふうな気がいたしましたね。また行ってみたいと思います。はい、このチャンネルではこういった自然の風景、北播磨のをご紹介しておりますね。散歩をしながらあちこち行ってますけれどもね、また気が向きましたらお越しください。本日はご視聴いただきありがとうございました。